ペリー軍はアメリカ合衆国テネシー州の中央部南西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7915人であり、2000年の7631人から3.7%増加した。軍庁所在地は林田町であり、同軍で人口最大の町でもある。軍名は米英戦争の時のアメリカ海軍の英雄。 オリバー・ハザード・ペリーにちなんで名付けられた。ペリー軍の林ンの町近くにペリー軍空港がある。マウステール・ランディング州立公園が軍内にある。ペリー軍は1819年にハンフリーズ軍とヒックマン軍の一部を合わせて設立された。軍名は米英戦争の時のアメリカ海軍指揮官、オリバー・ハザード・ペリーにちなんで名付けられた。ペリーはエリコの船で、 自分の乗っていた機関が大破した後も別の艦に移って戦い続けイギリス艦隊を降伏させた。軍領域のテネシー側より西の部分がリケーター軍を創設するために使われた。軍内最初の開拓地はテネシー側に近いトムズクリーク沿いであり1818 18年には軍内初の出産があった。これが後にペリー軍となる領域で 最初の記録だったが、これ以前にヨーロッパ人による高級的な開拓地ができていたことは明らかである。当初の軍庁所在地はハリスバーグと呼ばれる小さな町にあり、現在の林ンからは約4マイル南だった。軍庁所在地は1848年に林ンに移され、そこに現在ある軍庁舎が建設された。ハリスバーグは 現在自治体として存在せず、認識される場所もない。ペリー軍は2008年から2009年の経済不況の影響を大きく受けた。失業率は27%に達し、州内最悪、国内でも高い部類に入った。これは、軍民の多くを雇用していた自動車部品、製造工場が閉鎖されたためだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は423平方マイルであり、このうち陸地415平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は1.89%である。軍の西はテネシー川とケンタッキー湖であり、バッファロー川が軍内を二分している。軍の東部はバッファロー川に排水され、西部はテネシー川に排水されている。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。